田舎のなんか不良感がすごい。ヤンキーやってました田舎で。レッキングダウンがね最後の挑戦かなと思って熱い思いで来ました。雰囲気良くないですか？なんかトラックうんちゃんうんちゃんの。仲良しじゃないですよね。友達じゃないですよ。友達じゃない。静岡県清水から来た川島です、格闘技経験が27年あります、もうすぐね45なんですけど、でこれが最後のレッキングダウンがね最後の挑戦かなと思って熱い思いで来ました。よろしくお願いします。ブレーキングダウンよ、なぜ俺を使わない。広島ブルドッグから来ました、日本一入場が長い戦うリングアナウンサーマスターイキクサです。皆さんどうぞ最高のエンターテインメントをブレイキングダウンに届けに参りました。よろしくお願いします。歯どうしたんですか？歯はもう皆さんに覚えてもらうためにわざと抜きました。今回のためにすごい。じゃあリングアナウンとしてお願いします。ファイターとしてもお願いしていいですか？自分のコールは自分でやるんで。はい、強いんですか？一応、まあ、関西の方の団体でスーパーライト級のチャンピオンにはならせていただきました、うん、はい、自分には強さない自信があるんで、はい、よろしくお願いします。どうぞ。3番の川島さん雰囲気あるんで見てみたいですけど、ね、こういうお願いします。え、そうですね、17から極真空手始めて、あの田舎のなんか不良感がすごい。ヤンキーやってました田舎で。でトラック運転手されてるんですよね。ああもうあれですね、トラックドライバー、うん、はい、じゃあ見たいっすね雰囲気。こういう層の人ってめっちゃ見てると思う、ブレイキングダウン。村田やれよ。そうですね、アナウンサーはちょっと今からスパーリングとかできます？あれできます？今スパーリングとか、はい、あ、できますよ。あ、じゃあ2人準備して、はい、雰囲気良くないですか？なんかトラックうんちゃん、うんちゃんの村田とか。仲良しじゃないですよね、友達じゃないですよ。友達じゃないです。2台でトラック並走してそう。トラックの近くに仙人みたいな、もうすごいオーラだ。自分で最終でもやだな、上がれへんからやる。